さんこんばんは。こんばんは。どうもお疲れ様です。今日はね、みんなどんなタックル使ってんのっていうコメントがあったんで、タックル紹介の方、そういうことなんですね、はい、そういうことで持ってこいですね。はい、僕からいきましょう。あ、じゃあマー君から。エメラルダスのストイスト AGS76M の SMTT チタンティップですね。色が変わってるところがチタンになってます。これついてるとやっぱなんか柔らかいらしいですよね。感度がいい。まだあまり使い込んでないんで、サクった感じはこれになってからもう手首だけツンツンツンの感じになってるんですね。前のタックル何でしたっけ。エメラルダスのエアーの83ML だったんですよね。はいはい、うん、チューブラーティップなんですね。そうですね。これに比べるとだいぶ硬かったんで、エギのこう操作性っていうか、こう思った通りに操作できるイメージではあったんですよね、うん、これになって操作性というよりかは竿とこう海を感じながらするようなタイプの竿なんかな。そういうめちゃめちゃでかいよね。表現の仕方がちょっと分かんないけど、海の流れを感じながら釣りでするっていう、うん、だからまあしゃくりとかはなかなか難しいですよ。大きいしゃくりとかは。ただホールの時はめちゃくちゃ感度いいんで、その今どんくらいの層にいるなとかイメージはしやすいと思う。潮の効き具合とか、うん、とかはすごく分かりやすい。分かりやすい。違う遊びできる、うん、ああ違う遊びだね。なるほどですね。はい、リールがこれセオリーですね。はい、2508の P です、ね、はい。ずっと使ってるんですけど、これやっぱ優秀だと思うんです僕。何にでも使えるし結構強い。音も好きだし僕。でもちょっともう僕これ使いすぎてて、この辺もシャンシャン言ってるんですよ。分解してこうシューッとしてるんですけど直んないんで、もう買い時だと思うんで、うん、もう一回もしかしたらこれ買うかもしれない。同じの？同じやつ買うかもしれない。それぐらい優秀。わかりました。セオリーですね。はい。すごい真面目やね。どうも、自分のロットなんですけど、ブラックライオン、ラーテル77。はい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 。はい、7.7 フィートか、はいはいはい、長さが。ショートを一回使ってみたくて買ってみたんですけど、はい、まあ軽いっす。とにかく軽いっすね。 89g 一日中やれるかなっていう。どうなんすか使い心地は。柔らかいんすよね。あの、うん、先端が高断線カーボンなんですよ。結構やばい、やばいっすよね。しゃくった時に後から来るみたいな、こう反応が後からこうバーンパーン。あんま早いしゃくりよりはゆっくりめのしゃくりに適してる感じかな。ロスがあるっていうことですね。ロスがある。あ、そうこれ、うん、これ、まあ、まだ使いこなしてないんすけど、使い方次第では全然いけるのかなと春も思いながら使ってます。なるほどですね、はい、でリールが島野さんから出たバンフォードの3000番 C3000SDH かエギーモデルですね。 180g ぐらいで結構軽いでライトな感じでいいかなと。はいはいはい、はい、合わせて買ってみました。一瞬。なるほどね、はい、僕ね今ねメインで使ってるのがエメラダスのエア AGS の86の ML チューブラになるんですけど、遊び方がねちょうどいい。もともとねエア AGS86MLS っていうのを使ってたんですけど、これに変えた理由がですね、これ86の MLS のティップの部分なんですけど、こうしゃくるじゃないですか、こうじゃっちゃっブレたりするんですよ。こうプルーンってしゃくった後にエギアとしますよね。パンパンパンって跳ね上げた時にティップがどうしてもちょっとブルンって、エギがブルンってなってるんじゃないかっていう。もちろんその海のコンディションとかにもよりますけど、結構な頻度でこうブレちゃうんです。そんだけこう繊細なティップなんで、これがめちゃめちゃ気になってて86の ML に変えたんですけど、チューブラに。もうブレない。しゃくってその位置でエギをちゃんとこうパッて捨てさせてホールさせる。パン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 、シュー、もうブレない、うんうん、もうティップがブレない。しゃくった後ってやっぱすぐイメージ取りたいですもんね。間違いない。キロが釣れないのは0個ですよ。はい、リールはですねセルテートの前のモデルなんですけど、16セルテートになるのかな、この方は。16です。これめちゃめちゃいい。未だにへたれない。このベールのね、落ちとかは結構あるんですけど、うん、シャリ感もゴリ感もないし、見た目がね、もうゴージャスじゃないですか、この黒と金とさ。重量も重いんですけど、このリール込みの重量感とかっていうのが、自分に合ってるバランスなんですよね。こう持った時に、みんなバランスが、遊び方違うと思うんですけど、僕はもう基本的にもうこの重心で折っときたいんで、フ
フラットに持った時にこのバランスが釣りやすい、潮を感じやすいっていうか、続けてこれを使っていきたいなって思うんですけど、もう多分売ってないですもんね、これね。なんとかして手に入れて使い続けようと思います。なるほど、わかりました。はい、ってことでね、はい、今回はね、タックル紹介ってことで。タックル紹介です。はい、まあこういった感じです、はい、まだ試行錯誤しながらみんな当たるに使ってる状況、そうそうそう、探りながら、それも面白いですよね、はい、いやそれが面白い。もうユースケに関しては身長は180ちょっとあるんですよ。でも7フィートのショートロットを使ってるっていう違和感ですよね、うん、使いにくいんじゃないのっていう話はさせてもらったんですけど、もうどうしても使いたいということで、そうそうそう、次世代エギングっていう言葉に惹かれて、はいはいはい、ちょっと変わったやつ、ちょっとねみんな持ってないよっていうのがちょっとそういうことられるっていうか、うん、使いこなしながら自分のものにしていくっていう状況なんで、まあ、使ってるやつはこういうやつです。はい、じゃあもう最後ちょっと3人のタックル見て、あ、自分も感じてみようかな。ならんやろな、絶対ならんやろ。マー君がじゃあリールを早めに変えた方がいいなって思う人はチャンネル登録と高評価ボカン、高評価ボカンくそみんなのね、こうタックル紹介ということで、はい、まあ、とりあえずマー君のリールを買った方がいいよと思う方はチャンネル登録とグッドボタン、うん、ベルマークの方、はい、グッドボタン100いったら買える。100いけばマー君が買い替えます。高評価100目指してマー君のリールを変えていこうと、はい、ぜひ、はい、高評価をねお願いします皆さん。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ、はい。